リーハイバレー鉄道はアメリカが州国北東部において無塩端の輸送を主な目的として建設された多くの鉄道のうちの一社である。1846年4月21日にペンシルベニア州において認可され、1847年9月20日付でデラウェアリーハイスクーキルサスケハナ鉄道として設立された。1853年1月7日にリーハイ、 バレー鉄道へと解消された。その輸送していた無煙炭にちなみ黒いダイヤモンドの道として知られていた。それまで無煙炭はリーハイ川を船で輸送されていた。鉄道はより早い輸送手段として計画されたものであった。建設は1850年に路線の測量と整地工事から始められたが、その進捗は遅く資金は不足していた。1852年に アサパッカーがこの会社に投資してから、鉄道の発展が始まり、そしてリーハイバレー鉄道へと解消した。パッカーの支援とリーダーシップにより、主任技術者のロバート・セイヤーは1855年にモー、モドクチャンクからデラウェア川沿いのイーストンまでの路線を完成させた。イーストンからは、ペンシルベニアンがデラウェア支線を通じて、フィラデルフィアへ、あるいはデラウェア川を通じて、 ニュージャージー州フィリップスバーグへ、そしてそこからモリス運河とセントラルレールロードオブニュージャージーを通じてニューヨークの市場へ石炭を出荷することができた。イーストンではリーハイバレー鉄道はフィリップスバーグのセントラルレールロードオブニュージャージーおよびベルビディアデラウェア鉄道へと連絡するために2階建ての橋を建設した。リーハイバレー鉄道の 主な出来事と合併の歴史全長46マイルのリーハイバレー鉄道は、モークチャンクで、ビーバーアメドー鉄道に接続していた。ビーバーアメドー鉄道は1836年に建設され、ペンシルベニア中部丹田のジーンズビルから無縁端を、モークチャンクにあるリーハイ運河まで輸送していた。十五年にわたり、リーハイ運河は、モークチャンクより、下流側の輸送を独占しており、 各荷主に高い運賃を課していた。リーハイバレー鉄道が開業すると、荷主は運河から鉄道へ石炭輸送を転換し始め、開業から2年以内にリーハイバレー鉄道は年間40万トンの石炭を輸送するようになった。1859年には19両の機関車と600両の石炭車を保有するようになった。 リーハイバレー鉄道は需要をもたらす多くのフィーダー路線の接続を受けて、リーハイ渓谷において急速に感染となっていった。中部丹田からの石炭は、ビーバーメドー鉄道へのフィーダー路線である、クアケーク鉄道、カタウィッサ・ウィリアムズ・ポート&、エリー鉄道、ヘーゼルトン鉄道、リーハイルザーン鉄道やその他の小さな路線を通じて、リーハイバレー鉄道へと運ばれた。 カタソークアでは、カタソークアンド・フォーゲルズビル鉄道が、石炭、鉄鉱石、石灰岩、鉄を、トーマス製鉄、リーハイクレーン製鉄、リーハイバレー鉄鉱所、カーボン製鉄などの溶鉱炉へと輸送していた。ベスレヘムからは、ノースペンシルバニア鉄道が、フィラデルフィアまで連絡しており、フィリップスバーグからは、ベルビディア・デラウェア鉄道がトレントンまで連絡していた。 ベルビディア・デラウェア鉄道の4フィート10インチ期間に対処するために両車の鉄道を直通する車両は幅の広い踏み面を備えた車輪を使用していた。1864年からリーハイバレー鉄道はフィーダー路線の鉄道会社を買収して自社の鉄道網へ投稿し始めた。最初の買収はビーバーメドー鉄道石炭会社とペンヘイブンホワイトヘイブン鉄道であった。 1866年には当初クアケーク鉄道と呼ばれていたリーハイマホノイ鉄道を買収し、1868年にはヘーゼルトン鉄道とリーハイルザーン鉄道とさらなる買収を行った。こうした買収によりリーハイバレー鉄道は石炭の輸送だけではなく石炭の採掘権も手に入れた。1868年の買収は炭鉱を買収して、 石炭の生産とその自社線での輸送を確実にするというリーハイバレー鉄道の戦略の始まりとなったという点で特筆される。1864年のビーバーメドー鉄道の買収でも数百エーカーに及ぶ炭鉱を含んでいたが、北のワイオミング渓谷の丹田で鉄道会社自ら安価に石炭を採掘、輸送していたデラウェアハドソン鉄道やデラウェアラッカワナ ウェスタン鉄道からの圧迫を1868年頃には感じるようになっていった。リーハイバレー鉄道は自社の繁栄は残された丹田の買収にかかっているということを認識した。この戦略を追求して1868年にヘーゼルトン鉄道とリーハイアンドルザーン鉄道を買収し1800エーカーの丹田を手に入れ、 さらに追加の土地をリーハイバレー鉄道の支線に沿って手に入れていった。それからのほぼ12年にわたり、リーハイバレー鉄道は広大な土地を買収した。1870年には1万3000エーカー、1872年には5800エーカー、そして1873年にはマホノイボン地に広大な土地を借り受けているフィラデルフィア炭鉱会社を買収した。 1875年には所有している炭鉱がリーハイバレー鉄道の完全婚会社のリーハイバレー対抗会社となった。1893年までにはリーハイバレー鉄道は5万3000ウェーカーに及ぶ丹田の土地を所有するかまたは経営していた。1860年代にはまたリーハイバレー鉄道が北へウィルクスバリまで、そしてサスケ花川に沿って ニューヨーク宗教まで延長された。ワイオミング峡国北部において、ほぼ独占を達成できる後期を見て、1866年に、リーハイバレー鉄道は、サスケ花川沿いのペンシルベニア運河、ノースブランチ支線を買収し、これをペンシルベニアニューヨーク運河鉄道会社と、解消した。鉄道路線の建設はすぐに始まり、1869年には、ルクスバリから、 ニューヨーク州ウェイバリーまで開通し、そこで後期のエリー鉄道に石炭を積み替えて、バッファローから西部の市場へと出荷した。ウィルクスバリまでの到達に際しては、リーハイバレー鉄道は、ペンヘイブンホワイトヘイブン鉄道を1864年に買収し、ホワイトヘイブンからウィルクスバリまでの延長工事を行って1867年に開通した。 1869年の時点でリーハイバレー鉄道はイーストンからウェイバリーまでペンシルベニア州を循環する連続した鉄道路線を所有していた。1875年にはエリー鉄道の線路に3本目のレールを追加して参戦機乗とし、炭鉱からバッファーローの港まで車両が直通できるようにするために出資した。1870年の路線図1870年代に なると、リーハイバレー鉄道は、ニュージャージー州への延伸へと視点を移した。東部において、最も重要な市場は、ニューヨークであったが、リーハイバレー鉄道はニューヨークまでの輸送に際して、セントラルレールロードオブニュージャージーとモリス運河に依存していた。1871年にリーハイバレー鉄道は、マンハッタンとハドソン川を挟んで対岸にある、ジャージーシティに終点があるという価値のある、 モリス運河を借り受けた。アサパッカーはニュージャージーウェストライン鉄道を支援して運河の沿線にさらなる土地を購入したが、これはニュージャージーウェストライン鉄道をリーハイバレー鉄道のターミナルとして利用することを望んでのものであった。この計画はうまくいかなかったが、土地は後2889年になってリーハイバレー鉄道独自のターミナル駅に活用された。 セントラルレールロードオブニューリーハイサスケハナ鉄道はリーハイ炭鉱規制により八百三十七年に路線特許を受けて運河の上流側終点のモークチャンクからウィルクスバリまでを結ぶことを目的としていたリーハイバレー鉄道が開業してからはリーハイサスケハナ鉄道は八百六十八年にフィリップスバーグまで延伸しセントラルレールロードオブニュージャージー及び モリスエセックス鉄道と連絡した。1871年にはフィリップスバーグからウィルクスバリーまでの全線をセントラルレールロード・オブ・ニュージャージーが借り受けた。ほぼ全線にわたってリーハイバレー鉄道と並行していた。モリス運河の経路は鉄道用には非現実的であると判明し、リーハイバレー鉄道は1872年に ニュージャージー州パースアンボイへ通じる休眠免許を保有していたパースアンボイバウンドブルック鉄道を買収し、さらにこれにバウンドブルックイーストンの新しい路線免許を加えた。これらの鉄道会社は間もなくパースアンボイに石炭不当が建設され、イーストンからパースアンボイまでのほとんどの区間で路線が整置され線路が敷かれた。 しかしこの経路では、パッテンバーグ近くのマスコネットコング3に全長4893フィートのトンネルが必要であり、これは難工事となって路線の開通が1875年5月まで遅れることになった。予想されていた輸送量増加に備えて、イーストンにおいてデラウェア側にかかっていた木造の橋が、全長1191フィートの鉄製伏線の橋に置き換えられた。 リーハイバレー鉄道の創業者で指導者であったアサパッカーは1879年5月17日に73歳で死去した。彼の死の時点でリーハイバレー鉄道は年間440万トンの石炭を657マイルの路線で輸送しており、機関車は235両、石炭車は24,461両、その他の各種貨車を2,000両以上運行していた。 三万エーカーの炭鉱の土地を所有しており、ニューヨーク州及びニュージャージー州へと急速に拡大しつつあった。リーハイバレー鉄道は1873年の強行にも耐え、業績が回復しつつあった。アサパッカーの下で副社長を務めていたチャールズ・ハーツ・ホーニーと会社の経営は円滑に引き継がれた。1883年にハーツ・ホーンは引退し、 アサパッカーの息子で32歳だったハリーパッカーに社長を引き継がせた。1年後、ハリーパッカーは病気で死去し、アサパッカーの老いで51歳のエリシャ・パッカー・ウィルバーが社長に選ばれて13年間務めた。1884年時点でのペンシルバニア鉄道、フィラデルフィアレディング鉄道、リーハイバレー鉄道の地図1880年代は、さらなる成長の時代となり、 リーハイバレー鉄道はニューヨーク州において重要な買収を成し遂げて路線網をそれまではレディング鉄道がほぼ独占していたペンシルベニア州南部の丹田地帯へと伸ばしまたジャージーシティにおけるターミナル施設をめぐるセントラルレールロードオブニュージャージーとの争いに勝利したバッファローにあるエリコに面する港はリーハイバレー鉄道にとって石炭を西部の市場に出荷し また西部から東部の市場へ出荷される穀物を受け取るためにとても重要であった。1870年にはリーハイバレー鉄道はエリー鉄道と湖岸を結ぶ全長2マイルのバッファロークリーク鉄道に投資し、またバッファロー側にリーハイ選挙を建設していたが、ウェーバリーからバッファローまでの連絡はエリー鉄道に頼っていた。1882年にリーハイバレー鉄道は ニューヨーク州内において大規模な路線拡大を開始した。まず、バッファローにおいてターミナル施設として使うために広大なティフト農場を購入し、リーハイバレー鉄道に対する路線特許をニューヨーク州から得た。そして1887年には、ウェーバリーから北へ、フィンガー古将軍地方へ至る路線を保有していたサザンセントラル鉄道を借り受けた。同時に、 リーハイバレー鉄道は、セヌカ湖の北岸からバッファローまでの建設のために、バッファロージュニーバ鉄道を設立した。最終的に1889年に、リーハイバレー鉄道は、ジュニーバーイサカセイアー鉄道の支配権を得て、ニューヨーク州における路線を完成させた。こうした仮受けや、買収の結果として、リーハイバレー鉄道は、フィンガー湖将軍地方における、 輸送の独占を確立した。リーハイバレー鉄道はさらにペンシルベニア州において成長し続け、路線を拡大していた。1883年にリーハイバレー鉄道は北東ペンシルベニア州において土地を購入し、ザ・グレンサミットホテルランドという名前の子会社を設立した。この会社はペンシルベニア州グレンサミットにグレンサミットホテルというナノホテルを開業し、 鉄道の旅客へ食事を提供した。周辺の山荘の住民によって買収された1909年まで、このホテルは経営された。また、ペンシルベニア州において、リーハイバレー鉄道は、スクルカルヘイブンリーハイリバー鉄道が、かつて保有していた、路線特許を1886年に手に入れるという、勝利を得た。この路線特許は1860年から、 レディング鉄道によって保有されてきたもので、南部丹田における独占を維持するために、その建設を阻止してきたものであった。この南部丹田は、ペンシルベニア州において、最大の無塩丹の埋蔵量があり、最大の生産量を占めていた。レディング鉄道は、うっかりしてこの路線特許を失効させてしまい、リーハイバレー鉄道によって、これを取得されてしまい、 すぐにスクーカルリーハイバレー鉄道が建設されることになった。この路線によってリーハイバレー鉄道はペンシルベニア州ポッツビルへ、そしてスクーカル側の谷への経路を手に入れることになった。79番橋家、現在はサウスブルックリンにおける博物館となっているニュージャージー州ではリーハイバレー鉄道はジャージーシティのターミナル設備をめぐって セントラルレールロードオブニュージャージーと10年に及ぶ法廷闘争を開始した。アサパッカーが1872年に購入した土地は、モリス運河の南側に位置していたが、これに隣接して、すでに自社の施設を保有していた。セントラルレールロードオブニュージャージーは、リーハイバレー鉄道の権利に異議を唱え、自社のターミナル施設のためにセントラルレールロードオブ、 ニュージャージーが埋め立てた土地を一部含んでいると主張していた。最終的に1887年に両社は和解に達し、リーハイバレー鉄道のジャージーシティにおける貨物ターミナルの建設が開始された。リーハイバレー鉄道は1889年に開業したこの貨物ターミナルへのアクセスにセントラルレールロードオブニュージャージーの線路を5年間使う権利を得た。 貨物ターミナルはモリス運河に面しており、600フィートの長さの桟橋が何本も沿岸から突き出していたが、しかし創車場として使うにはあまりに狭かったため、リーハイバレー鉄道は列車を蘇生するためにニューアークにオークアイランド創車場を建設した。このサウスベースン駅は選挙や車両用橋機を備えており貨物専用として使われていた。旅客列車は ペンシルバニア鉄道のターミナル駅そしてフェリーへと回されていた。その一方でリーハイバレー鉄道はイーストンとアンボイを結ぶ路線をジャージーシティへと接続するためにいくつかの鉄道の建設に着手した。ローゼルサウス、プレーンフィールド鉄道は1887年に開業しセントラルレールロード・オブ・ニュージャージーとローゼルで連絡した。 ニューアークローゼル鉄道は1891年に開通してローゼルからニューアークまで路線が伸び旅客はここでペンシルバニア鉄道に連絡したニューアーク湾に橋を架けるのは難しくリーハイバレー鉄道はまずグリーンビルで線路建設のための土地を入手しようとしたがペンシルバニア鉄道が必要とされる土地のほとんどを買い占めてこれを妨害した続いて セントラルレールロードオブニュージャージーが軽分、ポイントにおいて路線が交差することに反対を唱えた。最終的に、法廷闘争を解決した後、ジャージーシティ、ニューワークウェスタン鉄道によって1892年に、ニューアーク湾に橋を架けて、リーハイバレー鉄道が部分的に所有しまた、貨物ターミナルへと接続しているナショナルドックス、鉄道へと連絡した。 1895年にリーハイバレー鉄道は線路容量を救済し、ジャージーシティまで完全に自社線を得るためにナショナルドックス鉄道と並行してグリーンビルハドソン鉄道を建設した。最終的に1900年にナショナルドックス鉄道を完全に買収した。1890年代はリーハイバレー鉄道にとって混乱の時期であった。この10年間は バッファローとジャージーシティにおけるターミナル設備の完成とニューヨーク州を横断する感染の確率で始まったものの間もなくパッカー家が会社の所有権を失うことになる小取引に巻き込まれることになった石炭輸送は常に事業の柱であったが生産も競争も増大し景気が循環するために常に公共と不況の波があった 炭鉱地帯の鉄道は1873年に生産量を調整し、各鉄道に量を割り当てる企業関連号を形成し始めた。供給をコントロールすることにより、炭鉱企業は価格と利益率を高く維持しようとした。いくつかの企業関連号が作られたが、協定を破棄する会社が現れたためにどれも成功しなかった。こうした、 企業関連号の最初のものは1873年に起こり、続いて1878年、1884年、1886年に起こった。石炭は事業にとって、鉄道会社は実質的にこの法律を無視して、販売担当者が面会して価格を設定することができたものの、こうした協定が長く実効性を持つことはなかった。 1892年に、レディング鉄道はこれに対する解決策を考えた。炭鉱地帯の鉄道の間で協定を維持しようとするのではなく、主要な路線を買収するか借り受けるかして、独占を形成してしまえばよいと考えたのである。レディング鉄道は、セントラルレイルロード・オブ・ニュージャージーとリーハイ、バレー鉄道を借り受け、これらの会社の炭鉱部門を買収し、 デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道と協力の手配を整えて取引の70%を支配した。しかし、これは無理をしすぎており1893年には債務を返済できなくなった。レディング鉄道の破綻は経済的な混乱をもたらし、1893年強行の引き金を引いた。これにより、 リーハイバレー鉄道は仮受けの契約を破棄して自社での運営を再開しなければならなかったが、1904年まで株に配当を払うことができなかった。1893年からの不況は深刻で、1897年の時点でリーハイバレー鉄道は支援を必要としていた。銀行家のジョン・モルガンがリーハイバレー鉄道の債務整理に着手し、 この過程で鉄道の支配権を握った。1897年に社長のエリシャ・ウィルバーや数名の取締役を失脚させ、モルガンの会社はアルフレッド・ウォルターを社長に就任させ、数名の取締役を送り込んだ。1901年にモルガンはいずれもモルガンが株式を保有するエリー鉄道、ペンシルバニア鉄道、レーク、ショアミシガンサザン鉄道、 デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道、セントラル・レールロード・オブ、ニュージャージーなどと共同で、パッカーの不動産会社を買収するように整えた。新たに選ばれた社長は、エリー鉄道出身のエベントーマスとなり、彼の取締役会はこれらの鉄道の共通利益を代表した。石炭のカルテルを実現しようとする最後の試みは1904年に、あり、テンプル製鉄の設立となった。 テンプル製鉄はそれまで零細企業に過ぎなかったが、持ち株会社として活動できる広範な工業をたまたま持っていた。破産管材を終えたレディング鉄道はこの会社を買収し、他の炭鉱地帯の鉄道をこの協定へ巻き込んだ。レディング鉄道は30%、リーハイバレー鉄道は23%、デラウェアラッカーナウェスタン鉄道は20%、 セントラルレールロード・オブ・ニュージャージーは17%、エリー鉄道は6%、ニューヨークサスケハナウェスタン鉄道は5%の割合であった。テンプル製鉄の目的は、石炭の生産と供給を管理することであった。議会は1906年にヘプバーン法の制定に動き、鉄道会社が輸送している商品を支配する企業を所有することを禁じた。 長く続けられたハントラストの捜査活動と法的手段により1911年にリーハイバレー鉄道に対して1868年以来所有してきた炭鉱部門を売却するように命じる最高裁決定につながったリーハイバレー鉄道の株主は分割されたリーハイバレー炭鉱の株式を受け取ったが鉄道部門は自社の最大の顧客に対して生産 契約、販売の面で何の支配権もなくなった。幸運にも穀物の輸送量が増大し、リーハイバレー鉄道は大量の穀物をバッファローからフィラデルフィアへ、そして他の東部の市場へと輸送した。また、1914年にはパナマ運河が開通し、南アメリカからベスレヘムスチールへ向けて出荷される、鉄鉱石の輸送という重要な新しい業務を得た。 この新しい海洋に対する輸送を取り扱うために、リーハイバレー鉄道は、コンステーブルフックに新しく巨大な桟橋を建設して1915年に開業し、またクレアモントに新しいターミナルを建設し1923年に開業した。また1915年にはバッファローに旅客ターミナルも建設した。1896年以来、リーハイバレー鉄道は、 フィンガー湖将軍やバッファロー、さらに別の旅客列車もフィラデルフィアからスクラントンやそこから西へ運行されていた。当初からリーハイバレー鉄道のニューヨークへの旅客はジャージーシティにおいてペンシルバニア鉄道のターミナル駅とフェリーを利用してきた。しかし1913年にペンシルバニア鉄道はこの契約を終了させたためリーハイバレー鉄道は セントラルレールロードオブニュージャージーと契約して、そのターミナル駅とフェリーを利用することになり、増加する旅客を扱うために設備が拡張された。1914年から1918年にかけての戦時中にリーハイバレー鉄道は、1900年にナショナルドックス鉄道と共に取得したブラックトム島の設備で兵器や爆発物の取り扱いを行っていた。1916年に、 この設備で凄まじい大爆発が発生し、船舶や設備を破壊しマンハッタンの建物の窓ガラスを割った。この件は当初事故であると判断されたが、長い捜査の末最終的にこの爆発はドイツの破壊工作によるものであると結論付けられ、1979年までかかって賠償金が払われた。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦した後、 ストライキを防ぐためにアメリカの鉄道網は国有化された。アメリカ合衆国鉄道管理局が1918年から1920年まで鉄道を管理し、それから再び民間の手に管理が戻された。リーハイバレー鉄道にとっての利点としては政府が購入した多くの新しい車両を手に入れたことが挙げられる。1920年代を通じてリーハイバレー鉄道はモルガン、 ドレクセル銀行の所有化にあったが、1928年にその手から所有権を奪おうとする動きがあった。1927年にデラウェアハドソン鉄道の社長レオノアロリーは、ウォーバッシュ鉄道、バッファロー、ロチェスターピッツバーグ鉄道、リーハイバレー鉄道からなる東西を結ぶ5本目の幹線を形成するという考えを着想した。 デラウェアハドソン鉄道が発行した再建により、リーハイバレー鉄道の株式の30%を買い付け、またほぼ半数の株主からの支持を得た。1928年にロリーは、新しい社長と取締役を送り込もうと試みた。これにより、大規模なプロキシーファイトが発生し、それまでの社長エドワード・ルーミスが、JP モルガンのエドワード・ストーツベリーの 支援によりかろうじて地位を保つことができた。構想に失敗して、デラウェアハドソン鉄道は持ち株をペンシルバニア鉄道へ売却した。その後数年間にわたり、ペンシルバニア鉄道は直接及び子会社を通じて密かに株式を買い増していった。1931年までにペンシルバニア鉄道はリーハイバレー鉄道の株式の51%を握った。 ルーウミスが1937年に亡くなった後、社長はルーウミスの補佐であったダンカンカーへと引き継がれた。しかし1940年にアルバート・ウィリアムズに代わり、リーハイバレー鉄道はペンシルバニア鉄道の影響下に置かれるようになった。1941年にペンシルバニア鉄道はウォーバシ鉄道の買収に関するニューヨークセントラル鉄道との協定により、 自社の保有するリーハイバレー鉄道の株式を議決権信託に委ねることになった。リーハイバレー鉄道の毎年の配当額の水世界強行後リーハイバレー鉄道には繁栄の時期もいくらかあったが明らかにゆっくりとした衰退を始めていた。旅客は列車より自動車の利便性を好んでいたし航空機もまた列車より早い長距離輸送手段となっていた。燃料としては 石油やガスが石炭を置き換えていた。世界恐慌ではすべての鉄道が経営難に直面し、議会は倒産法の改定が必要であると認識した。1938年から1939年にかけてのチャンドラー法では鉄道にとって新しい救済の形態を規定していた。鉄道会社は運行を続けながら財務再編を行うことができた。 リーハイバレー鉄道は巨額の借入金が期限に達した1940年にそうした財務再編の認可を受けた。この再編により借入金の満期を繰り述べることができたが、1950年にこの再編をもう一度繰り返す必要があった。この再編の期間中、1953年まで配当金の支払いは不可能となっており、 1953年に1931年以来の配当の支払いを行った。1957年にリーファイバレー鉄道は再び配当の支払いを停止した。1950年代にはとどめを刺す出来事が2件発生した。1956年に連邦補助高速道路法が制定されたことと、1959年に セントローレンス回路が開通したことである。周回高速道路網は、トラック産業は、都口から都口への貨物輸送サービスを提供する支援となり、またセントローレンス回路では、穀物の出荷を鉄道を経由せずに直接、海外市場へ送り出すことが可能となった。東部の鉄道会社は1960年代には、存続をかけてもがいていた。 ペンシルバニア鉄道は1962年に州債通商委員会に対してリーハイバレー鉄道の株式をペンシルバニア鉄道の株式と交換して完全に支配下に収めること1941年以来の議決権信託を廃止することの承認を求めたペンシルバニア鉄道はリーハイバレー鉄道の発行済み株式の85%以上を手に入れ これ以降リーハイバレー鉄道はペンシルバニア鉄道の一部門であるも同然となった。ペンシルバニア鉄道は1968年にニューヨークセントラル鉄道と合併してペンセントラル鉄道となったがペンセントラル鉄道は1970年に経営破綻し東部の鉄道会社に連鎖倒産をもたらした。1970年6月21日ペンセントラル鉄道は 破産を宣言して破産保護を求めた。結果としてペンセントラル鉄道はリーハイバレー鉄道を含めて多くの北東部鉄道に対して貨車の使用やその他の運営に関わる費用の支払い義務を繰り述べされた。これに対して他の会社がペンセントラル鉄道に対して支払う必要がある。費用は繰り述べされなかった。この収支の不均衡はすでに経営難であった。 リーハイバレー鉄道にとって致命的であり、ペンセントラル鉄道よりほぼ1ヶ月遅れて1970年7月24日に破産を宣言した。この日付はしばしば、ロバート・アーチャーの書いたリーハイバレー鉄道に関する決定的な著作、ザルート・オブ・ザ・ブラック・ダイヤモンドの誤りにより6月24日と取り違えられている。リーハイバレー鉄道は、 この当時一般的であったように倒産後も1970年を通じて運行を続けた。1972年には同様に倒産した競合の石炭輸送鉄道であるセントラルレールロード・オブ・ニュージャージーのペンシルベニア州における残りの路線を引き継いだ。この2社はウィルクス・バリからニューヨークまでほとんどの区間で並行して路線を持っていたため、 費用節減のために1965年に、この地域で路線共有の協定を結んでいた。倒産したリーハイバレー鉄道の資産の主要な部分は、1976年にコンレールに継承された。これは主に本線と関連する支線、バンエッ越ン分岐点から、オークアイランドまで、バンエッ越ン分岐点から伊坂まで、経由が古線への接続、そしてニューヨーク州。 レイクリッチにおけるミリケン発電所への路線、ジュニーバ、バタビア、オーバーン、コートランドにおける短い区間などで構成されていた。これに加えて、ジュニーバからビクターまでの区間、後にショーツビルからビクターまでに短縮とバンエッテン分岐点からの短い区間が、コンデールの運行の下リにハイバレーエステートに残された。ショーツビルからビクターまでの区間は1979年に、 オンタリオセントラル鉄道となった。ほとんどの鉄道車両はコンレールに継承されたが24両の機関車は代わりにデラウェアハドソン鉄道へ継承された。残りの資産は関在人によってペンセントラル鉄道2980年代に吸収されるまでに処分された。ニュージャージー州を横断する本線とオークアイランド奏車上への路線はノーフォークサザン鉄道。 CSX トランスポーテーション及びコンレールシェアードアセッツオペレーションズにとって重要な区間となっている。この区間はアムトラックに継承された旧ペンシルバニア鉄道、ペンセントラル鉄道の電化された北東回路を迂回する経路として重要である。リーハイバレー鉄道のその他の残存区間はほとんどが支線として存続し、あるいはショートラインや地域の事業者に売却された。 こうした事業者としては、以下のような会社がある。1866年のコンソリデーション型機関車63号、リーハイバレー鉄道が、最初の購入した機関車は、デラウェア号で、フィラデルフィアのリチャード・ノリス・ンサンズ1855年製で、焚き木を燃やす、車軸配置4から4から0の機関車であった。同様に、ノリス・サンズ製の4から4から0、片倉庫は、 4から6から0、リーハイと続いた。1856年に、マサチューセッツ州タウントンのウィリアム・メイソンから4から4から0の EA パッカーを購入した。これ以降、リーハイバレー鉄道は、ボールドウィン・ロコモティブワークス及びウィリアム・メイソン製の機関車を好んだが、同社の路線にあった急勾配を走ることができる、機関車の設計に関して様々な試作を行っていた。 1866年には、主任技術者のアレクサンダー・ミッチェルは、車軸配置2から8から0のコンソリデーション型を設計し、ボールドウィーンで製造して、後にこれは世界中で標準的な貨物機関車の形式となった。車軸配置2から8から0の機関車は、重い貨物列車を牽引するに、十分な牽引力を発揮し、かつ曲線をこなせるに十分軸距が短かった。 1945年には最初の本線用ディーゼル機関車、エンド FT 型ディーゼル機関車が導入された。1948年にはあるコピー A 型がすべての旅客列車において蒸気機関車を置き換えた。1951年9月14日、リーハイバレー鉄道で最後の蒸気機関車の運行が行われ、ミカド型の432号がペンシルベニア州デラノで火を落とした。 リーハイバレー鉄道は第二次世界大戦後の時期、いくつかの相性付け列車を運行していた。ディーゼル機関車時代になってからのリーハイバレー鉄道での主な旅客列車の機関車はアルコ PA-1 型で、この車両をリーハイバレー鉄道は14両保有していた。これらの機関車は貨物運用にも用いられた。必要な場合には PA 型を補うために FA-2 型。 FB-2 型も購入した。これらの機関車では FA 型に蒸気発生装置が搭載されていたが、フーパー -2 型には分類されていなかった。旅客の減少により、リーハイバレー鉄道は、周載通商委員会に対して、すべての旅客営業を廃止することを申し立てて、認められた。これは1961年2月4日に実施された。支線においては、 バットレールディーゼルカーの運行がさらに4日間継続された。1961年2月から間もなく2時期にほとんどの旅客用車両は解体されたものと考えられている。会社の事業用車として残されなかった車両の中で最も役に立つ車両は他の鉄道会社に売却された。ありがとうございます。